はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回はですね、逃走中やっていきたいと思います。今回はね、古代ローマのハードモードハイパーハンターやっていきます。で、前回はサンタタウン無事クリアできました。じゃあレッツゴー。で、ハンターは10体ではなくて12体か、多いね。で、前回ね、氷ボム30秒間のやつゲットできたので、これどっかで使えるかどうかだね。まあやっていこう。さあ来ました。30秒後ハンターが放出されるという。まあ動くか。ちょっとこれを、まあこんな感じでいいかな。ボムでよし。で、少し前にね、ここのマップの動画を出したんですけど、そのワープボムとか、まあブラックホールで敵を外にね追い出すっていう動画を撮ったんだけど、いやー成功できなかったね。できる方法はもしかするとあるとは思うんだけど、やっぱり人数的にやっぱ多いよね。なんかやっぱハンターが多いと壁越しからね、やっぱりその入ってきちゃうからね。 OK、 じゃあこれやろう。そう、5体だからね、これ気をつけないと意外にやばいというね。本当にこれは気をつけないと。まあ時間的には全然大丈夫だから、ちょっとここのね、アイテム取りたいね。OK。やっぱりね、なんか編集とかでもう思ったんだけど、いや、普通におかしくはないね。うん、ただ単に、このマップのね、BGM というか、音がやっぱり他のマップと違って大きいというかね、編集とかでは多分調整はしてるとは思うんだけど、やっぱり、うん。音が、でかい。オッケー、賞金単価ね。賞金単価はまあどっちでもいいんだけど、まあせっかくだしお金欲しいから、今回はねハンター1体ぐらい多くしとくか。まあ多分この人に話しかけて右か左で、多分右だよね。ハンター、賞金 150%、これでかいね。3600円か。いいね。まあ、ハンター1体ぐらいなら、まあ、なんとかなるでしょ、今回は。今回はね、ノーアイテム動画ではないので、これはでかい。まあ、さすがに他のミッションのハンターフォース系はね、阻止したいね。OK、じゃあ行きましょう。行きましょう、ショー。いやだけどハンター12体はさすがにびっくりしたぞ。そのぐらいこのマップ多かったんだね。さてさてさて、ここまで来れたぞ。さあクラウド、まあ一応じゃあチェックポイントの方行こう。で、ハンターが近くにいるけど、まあなんとかなるでしょう。うわ、ついに1人か。まあ、ベアトリス。いや、早く、USJ 行きたいな、本当に。USJ 行って、ハリー・ポッターの、なんか、そのアトラクション確かあるよね。そう、行きたいんだよね。いや、USJ だけは本当にね、まだ一回も行ってないから、ディズニーとかはね、昔にね、その子供の時に行ったことあるから、まあ、正直覚えてないけどね。けど USJ は本当に行きたい。もちろんディズニーもいつかは行ってみたい。またなんかみんなその会話とかでね、アトラクションとかの名前とかね言う時本当に分かんないんだよね。なんか聞いたことあるけど、実際そのアトラクション行ったこともないから、どういう感じなのかも分からないからね、話についていけないというね。ジュリア。チェックポイント。オッケー。まあどんどんなんかミッションはクリアできてるんじゃないか。これはなんかいろいろとなんか楽しみなことが多いね。なんか僕モンストとかねやってるんですけど、チェンソーマンのコラボが来たというね。いや嬉しいね、普通に。あとチェンソーマンのアニメね、まだ見てないんだけど、なんかね、友達がね、
見た方がいいぞって言ったから、見たいね。なんか作画がいいのかな？どうなんだろう。だけど見てみたいね。多分次のミッションこっち側じゃない？ハンター近いから反対側から行くか。オッケー。これもやっていきますか。これ絶対やりたいね。これしっかりやっとくと、これハンター3体なんですよ。だから必ずやっとく必要があるけど、ここハンターやばくない？2体いるってどういうこと？まあ、これ多分見つかったね。え？大丈夫だったという。まあ、だけどチェックポイントか？オッケー。だいたいどこにあるか分かった。まずは一通り全員に話しかけるか。危ない！危ないね。多分これまた来るんじゃない？あ、来ない。で、もう一人、コロッセオの近くだよね。行こう。ノーアイテムだったらもう完璧にやられてたな、あれは。OK。まあ、時間制限はあるから、結構早く行きたいな。なんか今度はね、なんかアイテム動画とか撮りたいね。まあ、アイテム超逃走中と同じなんだけど、なんかマップは違うから、なんかジェットドリンクとかね、使ってみたいね。で、その紹介動画撮れたら、その後なんかシティでね、橋の上でなんかバグがあるらしくて、ジェットドリンクで、それやってみたいね。チェックポイント。OK。せっかくだからもうちょうどいいから、まっすぐ行って、このチェックポイント取ってから、他のやつやっていくか。OK。チェックポイント。まあ、ハンターは7体か。ってことは、3体阻止できるってことで、どういうことだ？ってことは、もう2体いるっていう感じだよね。10体だから。チェックポイント。ってことは、もう1個確かミッションあるよね。まあ、なんとかなるでしょう。意外にハンターは近かった。OK、もう1つ阻止できた。あともう1体だね。これハンター来るね。オッケー。怖いね、やっぱり。いつ来てもやっぱり怖い。それがハンター。ちょっとこれさすがにさ、こっち側にしとくか。あ、いいね。お、クリアしたよ。ナイス。やっほい。いいね。これさ、こうしとく？まあだけど5秒間だけ？だよね。まあ、次のミッション多分あった気がするけど。たらまあそれをやろう。まあハンターに見つかるというね。いや怖いけど、って思ったんだけどさ、これワンチャンもうミッションないね。さすがに時間結構経った気がするからないね。普通に勘違いだった。おっと、ハンター近い。ここにもハンターか。さあ、アイテムボックスとか取ったり。あ、あと、ボーナス取りに行きたいね。取りに行くか。いや、早くね、ポケモンユナイトの動画とか、撮ってアップしたいね。昔もそんな感じかわかんないんだけど、最近は本当になんか、2週間に1回はポケモン、最新のポケモンがさ、その、実装されてるから、いやー結構楽しいんだよね。結構環境が毎回変わって、いろんなポケモンを使えるからね。それは本当にいい。楽しいね。だからそういった動画も早く撮りたいね。その前にハンターが、うじゃうじゃいる。で、確かボーナス上だよね。やっぱりこれミッションないね。本当にさっき勘違いだったな。オッケー。これを受け取りなさい。ナイス、30万。
これはでかいね。まああとは逃げ切るだけという。いやー、このマップも意外にパパッとクリアはできちゃうかもな。うわ、ハンターやばいね、ここ。あ、そうそうそう。Steam のね、Steam っていうなんかそのゲームをインストールとか購入できる、その、まあ、ソフトがあるんだけど、まあ、サイトでもあるか。その、結構無料ゲームね、ちょっとね、探ってみたんだけど、意外に面白いゲームたくさんあるね。なんか一つ選んで、なんか普通にやり込みたいっていうのもあるね。なんか意外に売ってる。まあたくさんあるからね、ゲームは。だけどやっぱりいいゲームって有料とか多いじゃん。けど無料でも時々ね、面白いゲームとかたくさんあるから、なんかそういうの探すのも楽しいね。いや、ハンター来るな。走ってきたね。はい、凍らせる。これが30秒間のいや、これは面白いね。いや、だけどさすがにこれ逃げとくか。これいきなりさ、解除されたら、その襲いかかってくるからね。いや、地獄。本当に地獄だね。まあだけど30秒だから、意外に多分凍ってるんじゃない？まあ残り、まあ3分は切った。まあ頑張ってこう。まあ残り、まあ、10秒ぐらい。いいね。今回も無事クリアできた。最後にここのコイン取りたい。よし、オッケー。324万。おお、これ最高賞金いったね。新記録。はい、ということで一応今回はですね、古代ローマのハードモードハイパーハンター無事クリアできました。でついに次はね、宇宙のハードモードハイパーハンター最後です。その後は地獄のナイトメアというね。で多分最近は本当逃走中の動画多いとは思うんですけど、まあパパッとねハイパーハンター終わらせたかったので多分多くなったと思います。次からはまた少しずつアップする感じかな。ナイトメアがどんな感じかわかんないからね。まあ一応じゃあ今回はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しでもあったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、ボワー。